こんにちは、しほです。今日からブログを始めたいと思います。今日は無職になって初めて友達のヘルプとして、ちっちゃい仕事に行きます。行ってきます。ブルックリンにあるおにぎり屋さん初めて来ました。中も可愛い感じでした。私たちはセットを購入。中はこんな感じ。美味しそう。This mente was really good. 少しでも時間があれば車の中からでも会議。これはテイスティング用のお酒が入っています。商談終了。みんなすごいな。今ようやく家に帰ってきました。はあ、今は夜の何時でしょう。7時半。7時半で9時半から別の、フィルムのミーティングがあります。なんかオーディションじゃないんですけど、ちょっと内容を連絡もらって話したいということだったので、ディレクターの方とズームでミーティングします。だからあと2時間はとりあえずご飯食べて、すっごいお腹空いてるので。 As always、 だから食べて、あと洗濯物も片付けて、編集、あそうだ、投稿しないと。そんな感じです。あそうだそうだ、違う、またやりたいこといっぱいだった。明日朝の9時入りのゲームショーの撮影があって、日本語の歌を歌ってほしいということだったので、それを練習しないといけない。まだセーラームーンか、可愛くてごめんの2つで迷ってる。セーラームーン好きなんだけど、ちょっとアップビートの可愛くてごめんの方がいいかなと思ってます。それを練習しないと。そうだそれだ、練習します。パスタ間違いなく一人前のサイズではないですね。これは彼氏のマイクのお父さんが作ってくれたパスタ。しかもこのクラムス、these 貝、もう全部貝を割って開けて入れてくれた。なんかこのブログすると日本語の練習になっていい。日本語の練習っていうか、日本人なんですけど、やっぱりずっとこっちにいて、特に今仕事を辞めたばっかりで、もう日本語を使う機会が前より絶対少なくなるので、練習しないと、練習し続けないと、話し続けないと、やっぱり言語って忘れちゃうから、いい練習になります。チーズするの忘れてた。チーズ大好きなんです。チーズ本当に大好き大好き。でもコレステロールすっごい高いから、最近マイクにチーズを隠され始めてます。怒られる。でも大好きだから食べたい。そろそろダイエットもしないとダメだ。今日のその仕事でやったこととしては、商談の、まあ、見学ですね。私はまだ何もわからないので、最初は酒屋に行って、で2軒目は 2,3 時間ぐらいやった、すごい長めの商談だったんですけど、今はニューヨークですっごいお寿司屋さんが増えていて、で日本人の寿司シェフの下で勉強した中国人、主に、まあ、韓国人もいるんですけど、人たちが、お寿司屋さんを開けるっていうのがすっごい増えてます。で今日はその何軒も持ってるお寿司屋さんのオーナー、
のところに行って、いろんな主に日本のお酒こういうのを買ってくださいっていう商談でした。なんかいろんな会話を聞いててもやっぱり取材をしている感覚になって、あ、ここが使える音だなとか、あ、今いいこと言ったななんて勝手に思ってしまうのは完全にまだ仕事が抜けてないなと感じました。そしてみんな若いんですよね。すごい、こんなことをやっぱり若い子たちが任されてて、ちょっと日本とはやっぱり違うなっていうのを感じました。そうなるべきですよね。正解はないですけど、若い人たちがこの先の未来を作っていくっていうのはすごく大切だなと私は感じていて、これだけ大きい責任を若い子たちが背負っていろんなお店を展開して、すごいなぁと改めて思って勉強になりました。誰以上I'm so tired. It's 2 a.m. here. 1:56 a.m. to be precise. It says...Do not wear green tomorrow. I'm practicing a song for tomorrow. I'll be filming in a game show. Call time is 9 a.m. and I'm practicing this song. I wanted to bring this, but I can't because it says absolutely no green.私は私のことを愛して何が悪いの？チートでしょうか？痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。 Wow, I'm so tired. ってごめん、もたついちゃうよね、ざまあ。よし、もう寝ます。おやすみなさい。 Wish me luck.